こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は中学生の国語教科書、正しい言葉は信じられるかのあらすじ解説、漢字確認をやっていきたいと思います。みんな、こちらに何が映ってる？こういうふうに聞かれたらどう答える？それは犬と猫が映ってる、こういうふうに答える人もいれば、猫と犬が映ってる、こういうふうに答える人もいるよね。このように映像表現では同時に表現できるものが、言語表現では順序をつけてしか表現できない。まあもちろんね、今回の場合、犬と猫って言っても、猫と犬って言っても、これそんな大きな違いはないよね。これはどちらでも正しいんだからね。でもね、どちらでも正しいからといって相手に伝わる効果が同じとは限らないわけ。順序を入れ替えるだけで文章にある効果が生じてしまう、こういうことだって起こりうる。そしてその効果は事実とは関係ないところで起きる。だからね、みんなこういった言葉の性質をよく知っておかないと誤解してしまう、こういうことが起きるんだね。それが今回のタイトルにもなってる、正しい言葉は信じられるか、こういうことにつながってくるわけ。それでは早速やっていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。現在は過去問の解説動画も配信していますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まずね、最初は言葉が持つ問題のうちで順序を逆にする、情報の順序を逆にする、それによって生じてくる問題、これについて考えてみましょう。例えばね、どこかの川で護岸工事があったとするよね。堤防がコンクリートで固められた、こういった問題があった時、テレビとか新聞とかでこのことをどういうふうに伝えるか、その伝える内容に嘘がなかったとしても順序を入れ替えただけで見てる人、読んでる人が受ける印象が変わってくる。どちらも正しい言葉を使っているにもかかわらず受ける印象が変わってきちゃう、こういったことがあるんだね。例えばね、こういうこと、伝えたいことが2つあったとするよね。まずはこの堤防をコンクリートで固めたことによって住民を苦しめた洪水被害っていうのが少なくなった、このことが1つ目の伝えたいことね。で、もう1つは水辺の動植物の生態系が壊された、こういった情報を伝えたいとするよね。つまりある川の護岸工事をしたせいで、堤防をコンクリートで固めたせいで、いいことと悪いことが起きちゃったわけね。いい部分は住民の洪水被害が少なくなったってこと、悪い面は生態系が壊れてしまったってことだね。でね、この情報を伝えるときに伝える順序を逆にすると印象が変わってくるんだね。例えばね、こういうふうに書かれてたらどう？住民を苦しめた洪水被害が少なくなった、しかし水辺の動植物の生態系が壊された、こういうふうに書かれてたとするよね。そうするとね、その川の護岸工事に対してちょっと否定的な感覚みんな受けたんじゃないの？つまりね、最初に言った洪水被害が少なくなったってことよりも、後に言った生態系が壊された、こっちの方の情報の方が頭に残っちゃうんだよね。文章っていうのはね、後に置かれた文章の方が印象に残りやすい、こういう特徴を持ってるわけ。じゃあね、今度は順番を入れ替えていってみるよ。水辺の動植物の生態系が壊された、しかし住民を苦しめた洪水被害が少なくなった、こういうふうに言われたらどう？洪水被害が少なくなったんだったらよかったな、住民は救われたんだな、こういうふうな印象を持つよね。つまりその工事に対して、護岸工事に対して肯定的な印象を受けるわけ。つまりね、文章の順序を逆にするだけでそこから受け取る印象っていうのが異なってくる。どちらも正しい言葉を使っているにもかかわらず、こういった違いが出てくるんだね。でね、言葉っていうのは順序だけじゃないよ。どういった言葉を選ぶのか、それによって受け取り手の印象が変わってくる。それぞれの言葉から受け取る語感っていうのが変わってくるから、使われる言葉によって受け取り手の印象が変わってくるんだね。では具体例を挙げてみましょう。さっきね、生態系を壊した、こういうこと言ったよね。堤防をコンクリートで固めたことによって生態系を壊した、この時に壊したって言葉使ったよね。
でもね、ここの部分、別の言葉に言い換えることができるよね。例えばね、壊したじゃなくて破壊、こういう言葉を使うことだってできるわけ。そうするとね、どうなる？生態系を破壊した、こういうふうに言われたらね、壊したよりも破壊したの方が何か強調されてるよね。これはね、壊したっていうのは和語で、破壊っていう言葉は漢語だから、漢語を使った方が強い印象っていうのを受け取りやすいんだね。じゃあ逆にね、こういう言葉を選んだら、壊した、この言葉が持つ印象を和らげることができるよ。曖昧にすることができるよ。それはね、影響を与えた、こういう言葉を使うことだってできるよね。つまりね、生態系に影響を与えた、堤防をコンクリートで固めたので生態系に影響を与えた、こういうふうに言っても間違いではないよね。だって生態系を壊した、これは悪い影響だけど、影響には違いないでしょ。だからそこで影響を与えた、こういうふうに言ったらいい影響か悪い影響かちょっとわからなくなっちゃって曖昧になっちゃってるけど、でもそれでこれ間違いだ、そういうことは言えないよね。だって実際に堤防をコンクリートで固めたことによって生態系に影響を与えたんだから、その言葉自体は間違いではない。つまりね、ここで知っておいてほしいのは、同一の事実であったとしても複数の正しい言葉で表現するのが可能なんですよ。なので表現する側がどういった立場にいるかによって使う言葉っていうのは変えてきてるんだよね。例えばね、環境保護団体だったとしたら、このことを伝えるときに破壊、こういう言葉を使うかもしれないよね。みんなに生態系を壊されてしまったっていう事実を重く受け止めてほしい、だから破壊っていう強い言葉を使う可能性が高い。反対にね、この川の護岸工事を推し進める側の人たちだったら、曖昧な言葉、生態系に影響を与えた、こういう言葉を使う可能性が高いよね。なのでね、この文章のタイトルにもなってる、正しい言葉は信じられるかなんだけど、ある文章が正しいことを言ってたとしても、それをそのまま丸ごと信じてしまったら、そこで自分の印象っていうのが変わってきてしまう、そういった可能性があるんだね。ではね、別の例を見ていくよ。こちらも言葉の選び方によって印象が変わってしまう例なんだけど、ある大臣に向かって批判的な人々が大きな声で自分たちが持つ疑問をぶつけてたとするよね。でね、その時にその大臣は表情を変えずに、一言も何も言わずにその場を立ち去った、こういうことがあったとするよね。その事実をどういうふうに表現するか、どういった言葉を選ぶかによってその文章を読んでる人の印象が違ってくるんだね。例えばね、その大臣に批判的な人々のことを市民が質問を投げかけた、こういうふうに表現したらどう？市民っていう言葉を使えば、その地域で暮らしてるいろんな問題に対してしっかりと自分で考えて行動を起こすことができる人たち、こういうふうなイメージがあるよね。そういった市民が大臣に向かって質問を投げかけた。でね、その質問を投げかけられた大臣は平然と無視して立ち去っていった。こういうふうに書かれてたとしたらどう？え？市民たちが質問してんのに大臣は無視したんだ。こういった印象を受けるよね。で、これ別に間違ったことは言ってないでしょ？実際にその大臣、表情一つ変えずに一言も言葉を返さないでその場から立ち去ったんだから。無視した、こういうふうに言ったって間違いではないよね。でもこういうふうな書き方がしてあったら、え、この大臣って何、ダメなんじゃない、こういうふうな印象を持つよね。では反対にこういうふうに書かれてたらどう？さっきのその大臣に批判的な人々、それを市民じゃなくて群衆、こういうふうに表現されたらどうだろう。この群衆って言葉から受ける印象としては、なんか人々が群れてる感じね、ワイワイガヤガヤ群れてる感じで、大声でね、その大臣に向かって疑問を投げかけてたわけでしょ。それを大臣に罵声を浴びせた、こういう風に書くことだって可能じゃんか。なのでね、群衆たちが大臣に罵声を浴びせても、その大臣は冷静さを失わずにその場を立ち去った、こういう風に書くこともできるんだよね。こういう風に書いてあったらみんなどういう印象を受ける？あ、この大臣って立派なんだなって、みんなからいろいろ文句言われてもその時に怒ったりしなかったんだな、ちゃんと自分をコントロールしたんだな、こういうふうな印象を受けるでしょ。これも一つの事実を複数の正しい言葉で表現することの例なんだね。
それによってみんなは違った印象を受けるわけ。で、最後にね、ある人の性格に対しても、これもいろんな言い方ができるんだね。なんでかっていうと、その人の性格に対する見方っていうのは人それぞれだからね。ある人の短所が他の人には長所に見える。こういったことだって起きるのよ。本当？こういうふうに思った人いるかもしれないんだけど、例えばこういうふうにね、ある人の性格について短所ばっかり並べたとしようか。頑固で柔軟性に欠けてて融通が効かない。こういうふうに書いてあったとしたらね、ああこの人って人の言うこと全然聞かない、どうしようもない人なんだ、こういうふうな印象をみんな受けるでしょ。でもね、この頑固、柔軟性に欠けてる、融通が効かない、これはそれぞれ長所に置き換えることができるわけ。意志が強い、一途な性格、曲がったことが嫌い、これはさっきの頑固、柔軟性に欠けてる、融通が効かない、これらの性格について別の見方をしたに過ぎないんだね。そうするとね、この人、固い意志を持ってて、確固とした正義感がある人なんだな。こういうふうな印象を受けるよね。このようにね、どちらもある人の性格について書かれた正しい言葉であるにもかかわらず、どういった言葉を選ぶかによって、印象がまるっきり変わってきてしまうんだね。だからね、みんな、ここまでの解説聞いてもう分かった？この文章のタイトルになってる正しい言葉は信じられるか？信じられないよね。人を騙したり欺いたりするのは嘘だけじゃないのよ。正しい言葉だって順序を逆にしたり、表現を変えたり、語感を変えたりするだけで、人を騙したり欺いたりすることができるんだよ。それが今回の文章、作者の香西秀信さんの主張なんです。だからね、みんなどうしたらいいの？正しい言葉に騙されないためにどうしたらいいの？まず一つ目は、しっかりとその言葉の性質っていうのを理解してください。言葉っていうのは順序を変えたり選び方を変えたりするだけで、書かれてるものの印象を変えることができる、そういった性質を持ってるってこととか、ある物事を一つの観点からだけではなくて複数の視点から眺めてみる、自分で順序を入れ替えてみるとか、使われている言葉を別の言葉に言い換えてみるとか、そういったことをすることによって物事の本質、事実っていうのがより深く見えてくるんですよ。こういったことを作者は主張してるわけなんです。どうですか？今回の話面白かったですか？もう一回この文章を読んで、正しい言葉って何かな、そのことについて考えてみてください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。